熊絶対撃つマン佐竹のりひさ秋田県知事は熊の被害が急増したため熊を見つけたら撃つと言い放った。秋田県内では熊に襲われて怪我をした人が1年間で57人を超え、日常生活が脅かされており、佐竹知事は熊を射殺する猟友会に全面協力してもらうため熊を撃つ弾丸購入補助の緊急支援の実施を決定したが、県外の熊被害を知らない自称環境保護活動家たちは熊がかわいそうとクレームの電話を何度もかけ続けた。佐竹知事は通常業務に支障が出るほどの迷惑電話に対してすぐ切りますがちゃんと抗議を一蹴した。さらに佐竹知事は人命が最優先、抗議電話は業務妨害、その方とは話してもわからないと毅然とした発言をした。佐竹知事のおかげで最近では抗議の電話も少なくなり、職員は知事の発言は心強かったと語った。